内派に千住はもちろんとして、サルトビ一族に志村一族も仲間に入りたいそうだからな。そろそろ里の名前も決めないとな。何か案あるか。この葉隠れの里ってな、どうだ。単純ぞ、ひねりもないぞ、見たままぞ。ほかげとどう違うんだ、こら。それでそのほかげってのは里にずっといてみんなを見守る役目ってことか。それもあるが、だからお前のでかい顔をこの足元の岩に掘る。冗談だろ。顔がいかつすぎるからほんの少し手を加えるけどな。てめえの情けねえ落ち込み顔よりずっとマシだろ。こんなところで何油売ってる。火の国の大名たちが階段に来る頃だぞ。扉間か。うちは雨だらが長に選ばれることはまずない。皆わかってる。うちはの者たちまで言ってることだ。兄者はうちはの噂を知らないの。奴らの動力は憎しみの強い者ほど強く現れる。シャリンガンがそうだ。何をしでかすかわからぬ連中だ。ここに誰かいたような気がしたぞ。お前ならわかるだろう。いや、今はチャクラを練ってない。これからは民主的な運営をやっていく。意義はあるか。いや、それでいい。そして俺は初代火影となった。